安倍元総理は今月8日、奈良県奈良市で参議院議員選挙の応援演説中に銃撃されて亡くなりました。選挙から一夜明け、今日は自民党県連の丹羽英樹会長が県連に設置された献花台に白い花束を手向けました。偉大なリーダーを失ったという思いがございます。それと同時にですね、いつまでも悲しむことではなくて、我々はしっかりと政治家としての責任を全うするためにですね、この国の政治を前へ進めていきたいと。記帳に訪れたこちらの男性は、もう悲しいです、本当に悲しいです。もう日本のために一生懸命やっていただいた、稀有な政治家がですね、このようなことで命を落とすというようなことがですね、本当に悲しいです。献花台と記帳台は今月15日まで設置されます。安倍元総理と親交のあった人物もその死を悼みました。生後10ヶ月で全身の筋肉が衰える重度の難病を患いながら、現在はウェブ制作会社を経営する佐藤久さん。7、8年ほど前にフェイスブックを通して昭恵夫人と知り合ったことをきっかけに、安倍元総理とも交流を深めてきました。去年夏には安倍元総理が佐藤さんの会社を訪問、もっと日本を良くするために一緒に頑張ろうなどと語り合ったといいます。信じられないという気持ち、挑戦する時とかお祝いとかメッセージとかお花とか送ってくださるっていうのは、たくさん力をもらってましたね。安倍元総理の通夜は東京で今日この後に、葬儀は明日、身内や親しい関係者のみで営まれる予定です。